Απάντα είναι μη. Τι σπρώδω. Δέσποινε και κύριοι πολίτες. あら、ヘドネの神秘について学びに来たの？ああ、そうだ。まず、ヘドネとは何だ？ヘドネは喜びの女神。喜びを求める私たちは誰もがヘドネよ。喜びは求めてない。役者を探してるんだ。ここには役者はいない。教えるものと教わるものだけよ。トロスという男を知らないか？テスピスのとこの役者なんだ。役者が加わったとは聞いたわ。でも今の彼の名はヘドネ。私も同じ。ここではみんなそう。いいからはっきりと答えろ。その役者を探してるんだ。悪いけど、よそ者と話すことが認められてるのは私だけよ。あなたも加われば他の人とも話せるわ。分かった、そうしよう。で、何をすればいいんだ？いいわ。では献身を示すのに二つの務めを果たして。一つは永遠の喜びの滝へ行き、そこから幻想の泡に飛び込むの。そうか。その次は？その次は深い自覚の洞窟を探索して奥にある宝を持って帰ってきて。滝からの飛び込みに洞窟の宝だな。この滝か。あとは飛び込むのにいい場所を選ぶだけだ。例の洞窟はこの辺りか。
よし、宝がある洞窟はここだな。滝から飛び込んだし、宝も見つけてきた。これで加われるか？十分よ。ヘドネの神秘へようこそ、ヘドネ。仲間たちと話しに行くといいわ。みんなあなたを歓迎してくれる。今すぐ話しに行こう。少しいいか？トロスという役者を探してるんだが。何の話だ。今ちょうどヘドネの無常の喜びの第三段階に到達するところだったのに、またやり直した。続けてくれ。あんたは芝居には関わらない方がいい。どうも。あんた役者のトロスか？いや違う、人違いだよ。よかった。もしそうならテスピスの感性を疑ったよ。どうも。あんた役者のトロスか？新顔か。ここには役者などいない。ここでは皆がヘドネとなって、その気品と平穏の中に暮らすだけなのだ。芝居の心得でもあるようだな。そうでもない。アリストファネスを少し、エウリピデスを少し勉強したくらいで、メデイアは愛を奪われたんだったよな。他のヘドネ主義者と話しに行こう。それはいい呼び名だな。いや、役者のトロスを探してるんだ。あんたか？役者か。役者にはなってみたい。でも舞台の上で存在感を出す練習をしないとダメだと言われて。賢い助言だな。まあ頑張れ。どうも。役者のトロスを探してるんだが。ここじゃ誰も昔の名を使わない。でも演技は知ってるぞ。客を笑わせたいとき笑わせ、泣かせたいとき泣かせる。あんたならどうやって笑わせる？そうだな、転んでヤギの玉に突っ込んでみせる。こいつはいつもウケるんだ。なるほどな。泣かせるにはどうするんだ？死んでしまったヤギがどれほど恋しいかを語って聞かせる。それでうまくいかなかったら玉ねぎを切るさ。古典的な演劇の裏技だ。
ありがとう。他のヘドネ主義者とも話してみるよ。悪くない呼び方だな。そういう洒落た名前ならもっと人が集まるのにな。またかヘドネ、何の話をしたいんだ。あんたがトロスじゃなくても代わりになるには十分だ。テスピスの芝居に出てくれ。手伝ってやりたいが、ここに残らないといけないんだ。境地に至れるように。わかるだろ。想像してみろ、舞台に立って多くの人々にヘドネの素晴らしさを見せてるところを。その機会を与えようとしてるんだ。あんたは受け入れるだけでいい。それは素晴らしいな。ヘドネの喜びを広める機会になるのだったら、よしやろう。エリスのペロプス市場にいるテスピスに会いに行ってくれ。それで下稽古をするんだ、ヘドネ。いや、エフィアルテス。